皆さんおはようございます。今日もお弁当を作っていきます。まずはおにぎりですが、大葉とごま、鶏ガラ粉末にごま油です。鶏ガラとごま油って最強の組み合わせで、どんな食材を混ぜても美味しいです。今朝は冷凍のヒレカツを使って少し楽をさせてもらいました。揚げている間に卵焼きとタコウインナー、ちくわの磯辺焼きの準備をします。カツが揚がったら、先ほど準備したおかずはワンパンで焼いていきます。このフライパン本当に便利で、トリプルフライパンで検索するとヒットするので、気になった方はチェックしてみてください。真ん中で卵焼きを焼くのがポイントです。では盛り付けですが、空いているところにどんどん入れていきます。赤、緑、黄色の食材を入れるのがポイントです。はい、出来上がりです。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。